皆さんこんにちは。今炭酸水の需要が上昇していることをご存知でしょうか。炭酸水には本当に多くの効果があり、飲んでよし、塗ってよしといういろいろな形で使うことができます。ここ最近になって話題になりつつあり、近年の炭酸飲料市場の中で最も高い成長率を示しているのが炭酸水なのです。砂糖も入っておらずゼロカロリーなので、ダイエットにも向いています。そこで今回は炭酸水の健康効果と飲むこと以外の活用法についてご紹介します。炭酸水を飲むことでの効果、飲むタイミング。喉が渇いた時に飲むのもいいですが、食前もしくは食事中がベストのようです。空腹感を紛らわせることができるので、食事の際でも自然と食事の量は減ることでしょう。目安としては多くて1本です。温度は冷たい方が美味しいのですが、お腹を冷やしてしまう可能性もあるので、なるべく常温に近い温度がおすすめです。また炭酸水にも種類があり、カルシウム塩やマグネシウム塩を多く含んでいる硬水や、あっさりとしていて癖のない軟水など様々ですし、炭酸の強度というのもあります。強炭酸が苦手な方はマイルドな口当たりのものを選ぶと良いでしょう。強い炭酸が好きな方はかなり強めの炭酸水も売っているので、ぜひ飲んでみてはいかがでしょうか。炭酸水の効能。1、疲労回復。炭酸ガスの働きの一つとして血行を促進させる効果があります。疲れたと感じるのは乳酸が体内に溜まっているからです。炭酸水を飲むことで乳酸が重炭酸イオンに中和され、尿となって体外に排出されるため疲れが取れるという仕組みです。2、ダイエット。これまで様々なダイエット方法が流行り話題になったものもありました。しかしここに来て炭酸水ダイエットをする人が増えています。当然ですが炭酸水なので飲めばお腹が膨れます。それによって食欲を抑えるというのが炭酸水ダイエットです。もちろん飲みすぎてお腹を下すことがありますので、飲みすぎには注意してくださいね。またコーラなどの砂糖が大量に入った飲み物ではないので健康にも良いです。お水なので飽きることはないと思いますが、万が一飽きたなと思ったらフレーバー付きの炭酸水に変えてもいいですね。3、便秘。炭酸によって胃壁を刺激し、その先の結腸までスムーズに刺激が行き渡ります。このおかげで腸蠕動運動が起こり、腸が活性化するという仕組みです。便秘改善により効果的なタイミングは、朝起きてすぐに常温の炭酸水を飲むことです。血液は寝ている間に汗によって水分が失われ、ドロドロとしているため、水分を取ることでサラサラにしてくれます。それに加えて炭酸水は刺激があるので、目も覚めて気持ちの良い朝を迎えられますよ。炭酸水を塗ることによる効果。1、洗顔。実は炭酸水は洗顔に効果があると言われています。
炭酸水のシュワシュワは水に溶けた二酸化炭素ですが、このシュワシュワが皮脂を溶解してくれるのです。素肌に良いとされている弱酸性で抗菌作用も持っているので、肌を傷めることなくくすみ改善や美肌効果にうってつけです。また洗顔ではなく炭酸水パックもおすすめです。コットンなどに炭酸水を染み込ませ顔にパックすると血流が良くなります。それに加えて炭酸の気泡が汚れを除去してくれます。これらの効果でお肌がふっくらもちもちになります。2. ヘッドスパ。洗顔でも驚きがあったと思いますが、髪、頭皮にも良い効能があり万能です。髪、頭皮への効果は育毛、美髪、アンチエイジング、リフレッシュ、リラックスなどが挙げられます。育毛効果については、薄毛で悩んでいた人が炭酸水を使い始めたら髪が生えやすくなったという方がいたことから、効果があるのではないかと話題になりました。実際のところはどうなのかというと、炭酸には血行を促進させる効果があるため、髪が生えやすくなるのではと考えられています。個人差もありますので、一概に効果があるとは言えませんが、興味のある方はぜひ実践してみてはいかがでしょうか。次に美髪への効果は、髪、頭皮の汚れが気泡のおかげで落ち、シャンプー、トリートメントの効果アップにつながります。効果的な使い方としては、炭酸水の入ったペットボトルを髪の根元あたりに押し当てる感じでかけていきます。一気にかけるのではなく、頭頂部から浸透させていくイメージでゆっくりとかけていきます。全体に染み込ませたら、手で軽く蓋を閉める感じで押さえ込みます。その後でいつも通りシャンプーをしていきます。炭酸水のパックのおかげである程度の汚れが落ち、その後のシャンプーの泡立ちが良くなります。シャンプーも泡立ててから使うようにすると、髪に負担をかけないで洗うことができます。3. 炭酸風呂。次に自宅で簡単にできる炭酸風呂をご紹介します。自宅のお風呂いっぱいに炭酸水を入れるなんてお金がかかると思うかもしれませんが、浴槽に炭酸水だけを入れるというわけではありません。いつも通りお湯をためて、そこに1リットルほどの炭酸水を入れれば完成です。ここで気をつけていただきたいことは、お湯の温度です。42度ほどの熱い温度だと炭酸が溶け込みにくくなるため、38度から40度ほどが適温です。お風呂に入れる炭酸水も冷やしたものではなく常温のもので構いません。さらに炭酸風呂に市販の入浴剤を加えると効果抜群です。いかがでしたか。このように炭酸水には飲むということ以外にも様々な使い道があるということがわかります。これらの効果が知れ渡り、炭酸水のブームが来ているのかもしれませんね。炭酸水には主に健康、美容、洗浄という3つの効果が期待できるということです。コストパフォーマンスも非常に良く、手軽に買える商品ですので、気になった方はぜひ買ってみてくださいね。